池田菊内池田菊内から1936年5月3日は戦前日本の科学者、東京帝国大学理学部科学科教授、日本の重大発明の一つと言われる旨味成分、エルグルタメン酸ナトリウムの発見者として知られる。現在、世界中で広く普及している旨味調味料の発見者で、その成分はエルグルタメン酸ナトリウムであることを解明した。幼少期より、 昆布の出汁に関心を持ち、湯豆腐の出汁昆布の研究に着手。妻である定をよる昆布を乾物屋2階に走らせ1907年に約 38kg の昆布から煮汁を取り、旨味の素である L グルタミン酸ナトリウム約 30g を得ることに成功。1908年4月24日には、グルタミン酸を主要成分とする調味料を製造法に、 関する特許を出願し、3ヶ月後の7月25日に特許登録された。池田から事業経営を任された鈴木サブロース家により、味の素という商品名で製造販売した。その後、味の素株式会社へと発展した。甘み、酸味、塩味、苦味に次ぐ第5の味とされる旨味の存在に関しては長く学会で議論されてきたが、 その後、下の未来に存在する感覚細胞に、グルタミン酸受容体が発見されたことから、味覚の一つとして認められるようになり、日本語の旨味のまま世界に通じるようになった。その後さらに、消化器官にも受容体があることが明らかにされ、胃に旨味が入ると、消化を促進する効果があるとする、生理学的学説が示されている。肯定に、 鰹節の旨味成分であるイノシン酸を発見した小玉慎太郎がいる。ありがとうございます。